皆さんおはようございます。ツコミゴードです。今は韓国にいます。そしてここはお姉ちゃんの家だが、お姉ちゃんが家族を連れて3週間オーストラリア、どの方向だっけ、オーストラリアに行くことになりまして、私家のこと頼まれた。だからこの家に僕しかいない間はこのリビング、普段は子供たちが遊んでいて、もう汚くておもちゃがたくさん置いてあるリビングをちょっと綺麗にして、おしゃれなカフェっぽいオフィスにしたいと思います。最近は韓国のカフェにハマっちゃって毎日行くようになって、なんとなくカフェっていう空間にいると、まあオフィスも同じかもしれないけど、そこにいるだけでなんかまあ作業はかどる、まあ、作業するしか他のやることないなだけかもしれないけど、ここはちょっとおしゃれなオフィス、おしゃれなカフェオフィス雰囲気にしてみたいと思います。で、本当はちょっと散らかってるけど、このでかいテーブルをどかして使いたいんだけど、これはとてつもなく重いです。だからこの辺を片付けて、そっちのテーブルを持ってきて、リビングをオフィスにしたいと思います。そして今はこんな感じですね。遊び道具、レゴなどがたくさんありますね。こっちも掃除しなくていけない。でもここに可愛い植物もあって、ここはまあまあおしゃれな棚があって、もうこの赤ちゃんちょっと怖いんだけど、それ以外いい感じじゃない。この辺に机置いといて、作業しながら外も眺められるようにしたいと思います。ではやってみます。作業にかかるぞ。皆さんこんな感じになりました。俺の家で作業するスペースです。どうでしょうか。キーボードもマウスもワイヤレスで、まあノートパソコンだからこっちもワイヤレスで使える。他のモニターもあるけど、まあこのノートパソコンでどれぐらい作業できるかちょっと試してみたいと思います。でちょっときついと思ったら、まあ、全然ここにモニター置けるんで。そしてここはおしゃれと思っても、ベランダに出るとわー地獄まあここはぼちぼち掃除するんで、チビ出しのおもちゃとかね。でここもそのうち片付ける。でもなかなかいい空間できてるでしょこれ。仕事はちゃんとはかどるかな。Go to your body.